はい、どうも竹戸です。なんでも竹戸リノベーションに依頼が来たんですかね、はい、大森さん。またあの方から。え、誰ですか？あのよく見る顔の人です。あ、なるほど、ちょっと呼びましょうか。すいません、お願いします、はい、お願いします。あがりのキッズルームやらせてもらって。そうです、そうですね。その依頼してくれた福島さんがまた私に依頼ということですか、はい、あとトラックのペイントも。あ、そうです、そうですね、もともとはそれですから、はい、今回、はい、あの資材を配りとして、はい、300坪ぐらいの土地を借りたんです、はい。で、そこにその250坪ぐらい、はい、まあ、目安で、はい、福利厚生で、はい、あのフットサル場、はあ、フットサルコートか、はい、とあとバーベキュー場、はい、あとサウナ、はあ、的なその施設を。サウナまで、うん、めっちゃくちゃいいじゃないですか。それをちょっと福利厚生って自分の会社で使うよってことですか？まあ、あの従業員とか従業員の家族が使えるように、はい、ちょっとその施設を作りたいなって。すごい。僕たちも使わせていただいて。ああ、ぜひ。俺らの福利厚生にもなってる。うん、なってます。うわ、嬉しい。はい、まあでもやらせてください。はい、はい、ぜひ。はい。あとはまあゆくゆくはもしかして広げられたらね、はい、この辺の地域の子供たちも招待して、ああ、そうですね。いろんなことやりたいですよね。はい、地域のためにやりたいですよ、ね。そうですね。はい。じゃあちょっと場所がもう近いという。ちょっと場所をちょっと案内してください。お願いします。はい。結構もうあれに荒れてるんで。あ、じゃあ先に。楽しみです。先に行ってください。この辺で、でもなかなかフットサル場を作るにはいい感じします。はい。こちらです。これやばいっしょ。これやばくないですか？これが300坪あるんですか？これ300坪ある。じゃあ奥まで？奥まで。ちょっと今見えないんですけどね、中が。これまず草刈りからやばいっすよ。300坪。ちょっと入ってもいいですか？あ、どうぞどうぞ。これやばいっしょ。これを？はい。身長ぐらいあります。ちょっとじゃんけんで負けた人奥まで行きましょうよ。いや、絶対。どのぐらいやばいか。最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。ちょっと、ちょっと、ちょっと奥まで。ちょっとどこまで行けるか。あ、ここまでだ。嘘つけよ。これやばいっしょ。誰も行こうとしないし。ちなみにちょっと行ってみましょうか。もう、お得意。あ、ここまでは鉄板が引いてあるから。そうですね。行けます。すごいっすよ、これ。これすごい。おー、すごいすごい。身長超えちゃうでしょ。もう見えない。いや、これ草刈りからやばいっすわ。しかもこれ引っ張ると手切れる草ですよね。そうです、そうです、そうです、はい、素晴らしい施設にしていただきたいです。これ草刈りから大変ですよ。竹戸リノベーションでできます？頑張るし、ね、いろんな方に協力してもらえないと。頑張ってもらわないと、はいはいはい、やります、はいはい、じゃあお願いします。はい、すいません、よろしくお願いします、はい、お願いします。いや、これ結構すわ。でもこれがフットサル場になると思ったら、一応レイアウトも変わるかもしれないですけど、こんな感じで、はい、サウナとプールとジャグジーが使うっていうね、はい、そうです。あとバーベキュー場と。最高っすね、はい、で一応なんとなくの工程表というか、はい、ゴール完成を決めときましょう。はい、そうです。まで決をどうしますか？年内行きましょうか。年内。今8月22日ですね、今日ね。はい。年内で。年内で。4ヶ月。年内に完全に仕上げ。まあ、この空き家やるときも年内っつって、はい、プラス2年かかりますから。そうですね。それはやりましょう。今回は本当に年内で。今回ははい。あと今日からプロジェクトスタートなんですけど、このプロジェクトに参加したいっていう人ね。はいはい。あのサッカー関係者。うん。って言ってもサッカー好きの人でもいいですもんね。あ、そうですね、はい、とあとキャンプ好きとか、はい、あとサウナ好きの人とか、うんうん、なんかみんなで作りたいから。そうですね。なんかみんなで作りましょう。私参加させてくださいっていう人いたら、はい、ぜひ連絡くだされば。お願いします。よろしくお願いします。はい、連絡先は説明概要欄に書いてありますので、はいはい、よろしくお願いします。はい、ということで今日はここの雑草をね、はい、きれいにしましょうというフットサル場を作るために。でこっから見たら全く進んでないんじゃないかと思うんじゃないですか。ね、今日今来たばっかですけど。なんと和田ちゃんがもう重機でやってるんですよ。ちょっと向こう側回りましょう。行ってみましょう。結構やってくれてるんですよ。もう見たんですね。はい。見たんですか。見ました。あ、見たんですね。見てないって方が良かったですよね。でも見ちゃったんですよ。見たんですね。嘘はつけないから。確かに。でも確かになかなか難しいですよね、これね。いや、むずいと思う。だから今日はちょっとごめんなさい。これだけ取ってちょっと帰ります、ね。そうですね。あと。
PBC 東京っていう、はい、あの 美容のところ、はい、サロンで PBC 銀座か PBC 銀座、はい、PBC 東京、東京でフェイシャルのシミ取りやってきたんで、はい、今日日焼けできないんですよ私。あ、じゃあダメだ、早く帰んないと。ごめんなさい。めちゃくちゃいいとこなんで、皆さん銀座1丁目の駅から徒歩1分で、皆さん超優しいの。あ、スタッフの方が、スタッフの方がずっと手挙げてたんじゃないですか。はい、歯医者じゃねえから手挙げないですよ。ずっと痛い痛いって。でもこのやってくれてる方の手握りそうになっちゃいましたよ。でも痛くもそんなないです。あ、本当ですか。はい、あら、見てください。意外に進んでた。すごい。これ奥まで行きます？行ってみてください、僕待ってるんで。はい、やめてよ、行ってきてくださいよ。行ってきてください。俺撮ってるんで。俺撮ってるんで。俺あれなんですよ、多分絶対に靴がぐちゃぐちゃになる。やめましょう。でも行きましょう。じゃ行ってみてください。だって奥、ついてきてよ。ついてきてくださいよ。ほら、すごい。おお、進んでる意外に。今10時半じゃないですか。はい。朝何時からやってくれたんだろう。聞いてみましょうか。すごい。やっぱり重機が入ると。でもこっから採石巻いて平らにしてってね。そうですよね。なかなか大変ですよね。全然俺働いてないですね。人任せしてね。抜きます手で。はい。手で抜いてみます。いや、それ時間の無駄でしょ。これでやってもらう。でもこう山みたいになってんのも平らにできるんですか。もう土もどかすしかないんじゃないですか。和田ちゃんって何でもできるんですね。すごいですよね。見てください、これ和田初号機って。こうやって持っていくんだ。和田初号機って書いてますよ、だけど。どれ？うわ、ちょけてんな。エヴァみたいな。エヴァみたい。和田ちゃんって真剣な表情面白いですよ、ね、え、それディスってます、はい、ディスってます。いや、それはそうですよ。一回ちょっと止まってもらえますか、和田先生。すごい、下で持ってくるんだ。戦車みたいですね。今俺止まってくださいって言いましたよね。集中しちゃってんのかな。あ、ただでは戻ってこねえぞって。あ、仕事やって戻るっていうか効率考えてるんですよ。効率考えてるんです。俺やと違うんですよ。違うんですね。うわー、すごい。あ、ここに一回溜めてんのか。あれ、あれ、俺ちょっと止まってくださいって言いました。降りるかと思ったんだけど。もう一回聞こえてなかったのかもしれない。一回行ってみてもらっていいですか。和田ちゃん、一回ちょっと止まってもらっていいですか。一回止まって、聞こえてなかったんだわ。ちょっと一回話だけ聞かせてもらっていいですか。そうですね。これ今日何時からやってくれてるんですか。今日は朝8時からやってます。8時からだから2時間半で。これはめちゃくちゃいいペースですよね。そうですね、今日草刈り自体は終わればと思ってるので。1日で、はい、でその後どうするんですか。除草剤を撒いて、はい、でこの土を平らにならして。そうだね、あとこっちにお願いしていいですか。はい、大丈夫です。すいません、はい、和田さんいつもありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。あ、ちなみに和田くんの、はい、和田くんの真剣な顔がなんか面白いって言ってくるんでしょ。面白いですよ。真剣な顔面白いですよね。真剣な顔面白いですよ。真剣な顔してください。ほら。今ちょっとやってるから。すいません、仕事途中で止めちゃって。すいません、お願いします。失礼します。Enjoy doing yourself.